えー皆さん、ん野球楽しんでますか、えー、今日は雨だったんでね、えー、グラブ野球道具を楽しみましたけどまあ、これ、えー、2週間ぐらい3週間ぐらい前かな来て今片付け中というか鳴らし中なんですけどまあ、こんな感じでいい感じに育ってきましたまあ、もうちょっとねこれペタンってなるようなイメージですけどもっと、えー、薬指中指あたりの、えー、補給面 というかポケットというか指の付け根あたりをしっかり膨らませてえーやりたいんですけどまあこんな感じでウェブ下に向けてやるっていうのがまず取るために掴むためにやってるまあ小指2本ですけどまあそういうことをやってる感じですまあ昨日ですね KB スポーツさんの「道具トーク」プレマ TV さんでやりましたけどそれが片付けについてやりましたけどまあ自分のは 親指付け根、小指付け根真ん中でポケットではなくて小指ヒンジからふんわりとウェブ下に向けて包み込むというような感じで取ったらウェブ下にボールが入ってくるというのをイメージしてやってますまあ、自分はそれが小指2本にして、えー、まあ技術的に自分は学生野球経験者でもないのでなかなかキャッチングってやっぱり 試合とかになると難しいところあるんですけど、まあ、取れる、まずつかめるということを第一に考えて、まあ、あと、自分のレベル的なリーグ戦のレベル的なものも考えてそういうふうにやってます、まあ、そういうのをです、ね、あの型悪いとかいろいろ書かれたりするんですけど、まあ、いい悪いとかそういうもんじゃないと思うんですね、まあ、あの例えば、広く、 浅く使ってすぐに右手に移し替えて投げるとかそういうのももちろん全然いいと思いますしまあこのぐらいになってくるとあの人からのいい悪いとかじゃなくて本当に自分で考えて自分が良ければそれでいいしだからあの自分と違う人の片付けなんていくらでもあると思うんですけどそういうのも自分の参考になるというかえそういうのも人のものは尊重してねいかなければいけないんで、え。ー こんな感じで、まあ、こういう小指2本の自分の形が出やすか,出やすかったというか表せたグラブがえ畑山さんんの海外モデルだったんですよね。まあ、これは国内モデルの軟式用だと内野用だと順と字じゃなくて逆と字になってたりとかしてそういうこともあって自分は海外モデルを使ってるんですね。 畠山さんだから和牛を使うべきとか、なんかそういうのも書かれたことあるんですけど、まあ、そこじゃないというか、まあ、自分のしっかり考えを、この動画見てくれてる方はですね、しっかり自分の考えを持ってっていうことは、人の意見もしっかり、えー、人の考え方も尊重していかなきゃいけないのかなと、まあ、最後にね、えー、全然滑舌悪いですけど、そんな感じですね。 これからも片付けについていろいろ話していきたいと思います。